はい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 、皆さんこんばんは。例えば皆さんこんばんは。本日は、関西ジダリーガージャンビースペシャル2014-2015朗読武道館カムトゥギャザーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。パーソンズの渡辺の一部です。よろしくお願いします。今回パーソンズ30周年、結成30周年にして初めて、各地のね、地元の、アマチュアバンドの方にフロントアップとお願いするという企画をやっております。本日は、どうもこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パーソンじゃねえや。なんかハロウィンズ、ハロウィンズ Z の皆さんです。ハロウィンズ。よろしくお願いします。ハロウィン。ではこちらの方からお名前は。Thank you。Thank you。外人か。外人。設定では外人なんで。なるほど。アイス。Nice to meet you。Nice to meet you。ミスター。ハッピーハロウィン。いやいや。竹之助さん、ギター竹之助。今日のために、ベネチアから来ましたね。素敵なお衣装ですね。その割になんかこのおばさんの辺りがスースしてる感じで、これ、この楽器は世に言うカホンという楽器なんですね。よく知ってるね。はい、カホンだよ。カホン。この上半身の感じと下半身の感じのミスマッチの感じが素敵だと思います。What's your name? 名前そっちで受けてください。はい、ツトポン男爵ですね。ツトポン男爵。ツトポン男爵、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、最後のこのセンターの、はい、はい、あのお名前は、ドロンジョルージー。まあ、この辺がちょっと言いたい感じがしますね。ドロンジョルージーさん。はい。皆さんはどういったご関係なんでしょうかね。まあ、仕事仲間。仕事仲間。職場ではもうかなり長いこと、はい。なるほど。はいはい。こういった音楽活動とか。時々このハロウィン Z は1年に1回する、はい、今日1日だけ。あの社内で の, この力関係ってどんな感じになってるんですか。力関係はそれぞれじゃないですか。それぞれ、はい、それぞれとは、あの部署一緒。部署は一緒です。はいはいはい、担当は違います、ね、なるほど、わかりました。はい、はい、音楽活動は軽く30秒。ああ、なるほど。随分とやられてるようですね。はいはい。わかりました。じゃあですね、今日は、本当短い時間ではありますが、ハロウィン Z のですね、はい、はい、演奏を楽しんでください。よろしくお願いします。ハロウィン Z でございます。岡山でこの企画でとても素敵だと思います。あのパーソンズ大好きです。30周年おめでとうございます。それでは本邦初公開の曲をやりたいと思います。どうぞ。なんだっけ、竹之助。はい、竹之助参りますか。どうぞ。1、2、1、2。Oh.
尺のソロ、はい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 、素晴らしいじゃないですか。緊張して歌詞間違えました。あ、なんかちょいちょい間違ってたですけど、あれですね、途中でオーバーザレームをなんか入れるあたり、素人のくせになかなかやりますね。ブラッチェ、ブラッチェ、ブラッチェ、ベネツィアンベニーさん、ありがとうございます。ということで、はい、何でしたっけ、ハロウィンズの皆さんに、毎一度、ハロウィン Z で、はい、毎一度大きな拍手をよろしくお願いします。この後はしばらくちょっと曲しました機材の転換をして、続きましてパーソンズの皆さんの、はいはいはい、落ち着いて落ち着いて皆さん落ち着いて、はい、パーソンズの皆さんの演奏が始まりますので、しばらくお待ちください。よろしくお願いします。